12月23日は日本の政治家、東大阪市長。息子は元国土交通副大臣を務めた自由民主党、元参議院議員の北川一世。日本社会党の大阪府議だった北川信次はいとこ。大阪府出身。1934年旧制大阪府立八尾中学校を卒業した。日本社会党公認で布施市議会議員に、 当選の後に社会党を離党して、市会議長などを経て、1967年4月の統一地方選挙で自民党から立候補し、大阪府議会議員にフシミ之クを抑え得票数4位で当選。以後、1971年4月の統一地方選挙に4位で、1975年4月の統一地方選挙で初めて立候補した西野明に次ぐ3位で、 1979年4月の統一地方選挙で3位で当選と4期連続で当選している。不義4期16年間の知名度を武器に1982年5月の東大阪市長選挙に立候補。4期目を目指す革新系の現職、伏見角之助と東大阪市職員労働組合元委員長の幾田逸を破り、 得票率41.63%で初当選した。1986年5月の市長選では、幾多一尾に猛追されたが、得票率40.13%で逃げ切り、他一人を破り再選した。1989年12月6日、病気療養を理由に退任した。ありがとうございます。